かつてはその圧倒的なライブパフォーマンスと力強い音楽性でフォルティシモ、ブリッジ、あの橋を渡る時など数々のヒット曲を生み出し多くのファンを魅了し夢と感動を与えてきたハウンドドッグ、メンバー間の泥沼の闘争により崩壊し長い間バンドとしての音楽活動が途絶えている。しかし至る復活の時に向けてハウンドドッグのメンバーは新たな道を模索しているとの情報がある。この音楽が再び多くの人々の心を揺さぶり